ミニバー夫人、ミニバー夫人、ミセスミナバーは、1942年のアメリカ合衆国の映画である。メトロゴ・オレドウィン・メイヤー、MGM 制作。日本公開は、第二次世界大戦後の1949年9月である。アカデミー賞最優秀作品賞、監督賞、ウィリアム・ワイラー、主演女優賞、クリア・ガー・スン、女演女優賞、テレサ・ライト、脚色賞、 アーサー・ウィン・ペリス、ジョージ・フロー・シェル、ジェームズ・ヒルトン、クローディン・ウエスト、撮影賞、白黒部門。ジョーゼフ・ルテンバーグの6部門での受賞のほか、この映画の制作者シドニー・フランクリンに、アービング・ジー・タルバーク賞が贈られている。この映画は、カサブランカ、1943と並び、第二次世界大戦中に連合国側、数軸国を問わずたくさん作られた。 いわゆる、戦意公用映画、プロパガンダ映画と呼ばれる類の作品である。なお、企画段階では、独米間で開戦していなかったため、制作会社側は、ドイツ人を悪役のみとすることに難色を示したが、1941年12月に、日本とアメリカ間で開戦したことに続いて、ドイツがアメリカ戦線復刻したため、急遽ドイツ人を、 徹底的に悪役として扱うことを認めたという経緯があった。時代は第二次世界大戦初期のイギリスの田舎町。そこに住むミニバー家の人々の日常をミニバー夫人、クリアガースンを中心に描いている。この作品のメッセージとしてはヨーロッパ戦戦初期のドイツへの敵外心と同盟国のイギリスへのアメリカ側の支援が込められている。アメリカ人を主要キャストに置き、 丁寧で流れるようなシナリオのうまさとワイラー監督の演出の好調ぶりを裏付けるような作品になっている。1939年夏、ミニバー夫人が買い物包みをいくつも抱え、急ぎ足で歩いている。彼女はロンドン郊外の小さな村に住む建築隠れムの良き妻であり、オックスフォード大学で寮生活を送っている男瓶。 まだ幼いジュィとトドビーの三人の子を持つ優しい母でもあるが少々浪費癖があるのがたまに傷。今日も我慢できずに街の高級店でかなり値の張る帽子を買ってしまった。夫への言い訳を考えつつ停車場に降り立った彼女を人の良いバラード駅長が呼び止める。彼が耕生した自慢のバラの花にミニバー夫人という名前を付けさせてほしいということと、 そのバラを村で開催される花の品評会、ベルドンカップに出品したいという申し出だった。ベルドンカップの主催者は、村の名門ベルドン家の当主である、ベルドン夫人であり、品評会の中でも、特にバラの栽培部門は、彼女の独占場だった。村の人々は名門である彼女に遠慮して、バラ部門については誰も出品しないことが、暗黙の約束時だった。そんな事情もあって、 駅長の申し出に驚くミニバー夫人だったが、彼のバラの見事な出来栄えを見て、申し出を素直に感謝し了承する。翌日、ベルドン夫人の孫娘キャロルが、今年は駅長が自信作をバラ部門に出品するという噂を聞きつけ、ミニバー家を訪れる。キャロルはこれまでバラの栽培部門で一等賞を受けて、来たことが、老齢ベルドン夫人にとっては何よりの誇りであり、 今年もぜひ祖母に一頭を取らせたい。できれば、駅長に出品をやめる、ようミニバー夫人から頼んでほしい、と申し入れてきた。ちょうど夏休みで寄生中のビンはその身勝手な言い分に、反発して、ベルドン夫人の階級主義を批判、キャロルと口論になる。しかし若い二人は、これがきっかけで互いに意識し合い、その夜のダンスパーティーでビンはキャロルに謝罪し、恋に落ちてしまう。 やがて英国はドイツに戦線を布告し、第二次世界大戦に参戦する。ミニバー家の家政婦、グラギスの恋人も出生した。ビンは空軍へ志願、近くの飛行隊へ配属されることになり、キャロルと正式に婚約する。クレムモ村の人々と共に付近を巡察したりと、忙しい。ミニバー夫妻は、飛行編隊が上空を通るたびに、ビンの合図である、エンジン音を聞き、 息子の無事に胸を撫で下ろす。木ぐらいの高いベルドン夫人は、駅長のバラの一件へのわだかまりもあり、また、ビンが空軍に志願したことで、キャロルが未亡人になってしまう恐れもあって二人の婚約に難色を示すが、ミニバー夫人の説得でついに折れ、若い二人は村の人々の祝福を受けて結婚式を挙げる。ダンケルクから退却するイギリス兵の救助に、 駆けつけたクレムが一時消息不明になったり、村に不時期したドイツ軍パイロットがミニバー家に侵入したり、さらには空襲の激化など、戦争による一家の危機があったが、やがて、ベルドンカップが無事に開かれる。バラの栽培部門の審査は、甲おつつけが対二つの出品作に難航するが、主催者に遠慮してか、審査員たちは、ベルドン夫人のバラを一等に選び、その審査結果を彼女に伝える。 ベルドン夫人は結果発表の場で、バラード駅長のミニバー夫人を一等に、自分のバラを二等とした。来場者たちは、駅長とベルドン夫人に拍手を送る。しかし、敵機来襲の知らせに来場者たちはそれぞれ避難。ミニバー夫人とキャロルは便を航空大基地へ送るが、その帰り道、二人の乗った車を敵機の機銃奏者が襲う。数日後、 廃墟と化した教会では、礼拝が執り行われていた。品評会の日の空襲によって、多くの人々が犠牲となった。憔悴しきった、ベルドン夫人の傍らに、瓶が寄り添う。牧師は、村から犠牲者が出たことを痛み、必勝を村民に呼びかけて、犠牲者を弔う意味も込めて、皆で賛美歌を奉唱する。空襲によって、穴の開いた教会の天井から、 味方の航空隊が飛行していくのが見える。人々はこの先いかなる困難が襲おうとも勇気を持って乗り越えていこうと各うのの胸に固く誓う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。